ボートレース若松スポーツ法治杯年またぎ特選競争最終日の戦いです。一般戦第3レース、1号艇原田才一郎、2号艇中良太、3号艇獅童義和、4号艇山口貴文、5号艇佐藤健志郎、6号艇松本俊です。6艇は下りに並んでバック側です。1号艇は原田才一郎、今節は親子3人で参戦、父はファイナル入りを果たし、弟は今節デビュー初一着を飾りました。才一郎は今年も若松フレッシュルーキー選ばれ、気合が入ります。シリーズ初勝利をかけてゆっくりと1コース構います。2コースは2号艇中良太、3コースに3号艇獅童義和、モーターはパワフルです。4コース角が4号艇山口貴文、5コース5号艇佐藤健志郎、伸び強力に道中駆け抜けて予選突破、準優勝戦まで進みました。6コースが6号艇松本俊です。体型は3対3、一般戦第3レース、進入は内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。一般戦第3レース、2号艇、3号艇、5号艇若干覗いていく、一周一幕、3号艇の指導マークリンから応戦した1号艇は原田才一郎、指す2号艇中良太、続いて4号艇山口貴文と向こう正面は先頭争いです。4号艇、2号艇、1号艇スタートは前提正常でした。さあ3艇並びました。4号艇、2号艇、1号艇並走、一周二幕、4号艇山口貴文先行、指す2号艇は中良太、握った1号艇原田才一郎、先頭争いはまだ続行中。インコース2号艇中良太、アウトから4号艇山口貴文、一歩遅れて1号艇原田才一郎、レースは2周目です。さあ内が優勢、2号艇中良太が先に回っていく、4号艇1号艇の攻めはわずかに届きません。先頭は2号艇中良太です。トップに立ちました2号艇は中良太、2番手が4号艇山口貴文、3番手が1号艇原田才一郎です。レースは2周2幕の旋回です。トップターンは2号艇中良太、2番手仕掛ける1号艇原田才一郎を先取った、指す4号艇は山口貴文です。2番手4号艇山口、そして1号艇原田才一郎も粘っていく、4号艇1号艇の差が2点し、レースは最終周回。さあ内に切り返していった1号艇は原田才一郎、1幕の旋回は1号艇の原田がここも仕掛けていく、指す4号艇は山口貴文、4号艇1号艇レッドヒート、4号艇の山口貴文若干優勢も食らいつく1号艇は原田才一郎、最終ターン幕の旋回です。勝利へ向かうのは2号艇中良太、シリーズラストに待望の白星を挙げます。2番手4号艇山口貴文、ラスト握った1号艇原田才一郎は届かない、2番手は4号艇山口、3番手が1号艇原田です。2番ゴールイン、4番ゴールイン、1番、5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第3レースの確定は1着2番、2着4番、3着1番、以上でした。コース取りから火花散る第6レースが始まりました。出走メンバーは1号艇原田才一郎、2号艇小松拓司、3号艇岩崎雅也、4号艇富永太一、5号艇多藤実、6号艇は富田城、以上の6人の選手によって争います。さあ本番レースインを奪ったのは2号艇の小松拓司です。今シリーズは未勝利ながらも予選を通過しました。
ここはシリーズ初勝利狙ってのイン戦。そして2日目フライング後もスタート勝負ぶれません。5日目後半1着をマークしました5号艇田道が2コースから、若松フレッシュルーキー1号艇原田最一郎は3コース引っ張っていく4コース3連勝と弾みをつけた順位は3着ユースまであと一歩でした。3号艇岩崎雅也、5コースが4号艇富田が太一サイアウト、6コースが6号艇富田城。第6レース2対1対3のスタイル進入コース内側から2番5番1番3番4番6番です。スタート3秒前スタートしました。第6レース、さあスリットをのすかせる3号艇の岩崎雅也、インからは2号艇小松拓司、一周の1マークインから逃げる2番の小松、マーク出し狙った3号艇の岩崎、刺してきたのは5号艇の田道、バックストレッチ5番の田道稔が一歩停止前、追いかける3号艇の岩崎と2号艇の小松、スタートは前提正常でした。一周の2マークトップ旋回は5番の田道稔、切り込んでくる3号艇岩崎雅也、ホームストレッチ先頭は5番の加藤稔です。僅差の2番手が3番の岩崎雅也、その後ろ定冠離れての3番手2号艇小松拓司、西の1マークトップで旋回は5号艇加藤稔、追いかける2番手が3号艇岩崎雅也、3番手に2号艇小松拓司、上位体系は目下5番3番2番、後ろは4番の富永太一、1番の原田最一郎、最後方が6番の富田城。西の2マークトップで折り返す5号艇の田道稔、懸命に追いかける2番手が3号艇岩崎雅也、3番手2号艇小松拓司、レースは最終周回に入りました。3周の1マーク5番の田道稔トップで旋回します。追走の2番手が3号艇岩崎雅也、3番手に2号艇小松拓司、上位の体系は5番3番2番です。この5、3、2、3連単オッズは 10.1 倍。昨日からの連勝へ向かいます5号艇田道稔、最後のホームステッチへ。2番手が3号艇岩崎雅也、3番手2号艇小松拓司、まもなくゴールです。先頭5番五輪、3番五輪、2番五輪、4番五輪、1番五輪、6番五輪、以上前提ゴールインしました。第6レースの確定は1着5番、2着3番、3着2番、以上でした。ただいまより一般戦第2レースを行います。対戦メンバーは1号艇福岡の原田最一郎、2号艇広島の向田直也、3号艇広島の幹事屋直人、4号艇香川の田頭虎近、5号艇佐賀の吉田満、6号艇福岡の吉武信也、以上の6名です。昨日の強風コンディションから一転、今日は穏やかな競争水面、現在北西の風が3メーターほどです。上空は綺麗な青空が広がりまして、気温は12度となっています。枠なりでの作戦行動、人気を集めるのはここ若松のフレッシュルーキー1号艇原田最一郎です。昨日は強風の中果敢に攻めて2着4着としています。さあここで陰線逃げ切ってシリーズ初勝利なるでしょうか。2コースには2号艇の向田直也です。スタートバッチリ決まっていまして、ここまで2勝マーク。
3コース3号艇の貫地谷直人、4コース角の位置4号艇の田頭虎近です。さらに引っ張った5コースは5号艇吉田満、大里6コースにもう一人地元6号艇の吉武信也。3対3に分かれました。インコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。2号艇の向田がトップタイミング踏み込んだスタートを見せました。そのまま2コースから出ていく2号艇の向田、1枠の旋回、まくる2号艇向田の外から行った1号艇の原田、2番と1番トップ争いとなっています。スタートは前提正常でした。まくった2号艇の向田に対し外にボートを持ち出しての1号艇の原田、接戦に持ち込んでいます。2番と1番のトップ争いで迎える2マークの旋回、内側から先前は2号艇の向田、刺してくる1号艇の原田、先頭争いは1番2番両者が譲りません。今度はインコース1号艇原田彩一郎、アウトコースに2号艇の向田直也。レースは2周目、その後ろ3番手も4番6番3番3艇固まっての接戦となっています。これから2周目1マーク、トップ争い、今度は1号艇原田が先に待って刺す2号艇の向田、ここで振り切った1号艇の原田が一歩前に出ます。先頭は1号艇原田彩一郎、2番手が2号艇向田直也、3番手水がいて3号艇の貫地谷です。その後ろに4番6番ぴったり並んで最後方に5号艇の吉田。2周2マーク、先頭は1号艇の原田、刺して続く2号艇の向田2番手、3番手は3号艇の貫地谷。上位3艇は1番、2番、3番でレースはこれより最終周回です。先頭は1号艇の原田彩一郎です。2号艇向田にスタート決められて絶対絶命かと思われましたが、1周1マークは奇襲に出ました。1号艇の原田最後のバックトップで抜けます。2番手2号艇の向田、3号艇の貫地谷が3番手。上位3艇1番、2番、3番で最後のバックストレッチ、1、2、3の組み合わせ、3連単ドッツは 10.1 倍となっています。ラストターンマーク、接戦をものにするのは1号艇の原田彩一郎、これがデビューから6勝目。2番手2号艇向田直也、3号艇貫地谷直人が3番手です。まもなくゴール、先頭1番五輪、2番五輪、3番五輪、6番4番五輪、ラスト5番五輪、以上前提五輪しました。第2レースの確定は1着1番、2着2番、3着3番、以上でした。